皆さんこんにちは、証券ママです。今日はきなこクッキーを作ります。バターは使わないでサラダ油で簡単に作ります。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず薄力粉が 100g、 きな粉が 30g、グラニュー糖が 35g、 これは上白糖とか他のお砂糖でも大丈夫です。それから牛乳がだいたい大さじ3から4、サラダ油が大さじ3。材料は以上です。はい、それではね、まずね、粉をね、ふるっていきます。こういったボウルの上にね、このふるいも入れてしまって、薄力粉 100g ですね。はい、薄力粉が 100g 入りました。そしたらこれにですね、きな粉ですね、きな粉を 30g です。はい、きな粉が 30g 入りました。そしたらね、ふるっていきます。はい、粉類がふるえました。そしたらね、軽くね、ホイッパーでね、さらにこうやって混ぜときますね。はい、そしたらね、次にまた違うボウルを用意して、ここにね、サラダ油を大さじ3入れます。はい、そしたら牛乳もね、大さじ、そうです、2から3ですね。これ様子見ながらやってきます。そしたらね、ここにグラニュー糖をね、量りながら入れていきます。グラニュー糖は 35g です。そしたらね、これをね、よく混ぜていきます。はい、こんな感じにね、ちょっと乳化するような感じでね、よく混ぜてください。そしたらね、ここに先ほどふるっておいた粉類をね、一気にね、全部入れてしまいます。はい、それでね、さっくり混ぜます。ちょっとね、お正月のね、お餅のきな粉が残っていたのでね、再利用するといいと思いますよ。バターを使わないでね、結構ヘルシーだと思います。体にもね、きな粉はいいですし。はい、こんな感じにね、だいたいこう馴染んだら、はい、そしたらね、手でね、まとめてきますね。一塊にね、手でします。はい、こんな感じに一塊にしました。そしたらね、これをラップに包んでいきます。ラップを広げます。今日はね、ちょっとアイスボックスに、これね、このまま型抜きで抜いてもいいんですが、ちょっとね、アイスボックスにします。ちょっとね、最初ね、手でちょっと棒状にね、軽くします。はい、だいたいこんな感じの棒状にしたら、ラップに包んで、これね、コロコロね、ちょっと包みますね。で、四角でも丸でも、ちょっとお好きにね、今日は丸くしたいと思います。こうやって転がしてね。そしたらね、私はね、この端をね、ちょっとこうやって絞って、キャンディみたいにして、ここにね、輪ゴムをかけちゃいます。
はい、そしたらね、こちら側も反対側も逆にこうやって絞る感じね、キャンディー絞りっていう感じにして、おお、ちょっと、はい、そしてね、ここにも輪ゴムをしちゃいます。はい、こんな感じにね、キャンディーみたいにね、こんな感じにしました。そしてね、もう一度転がすと丸く綺麗にできるのでね、こうやってもう一度転がして形を丸く整えます。はい、こんな感じでいいでしょう。そしたらね、ちょっと端の方をちょっとまっすぐにします。これで冷凍庫で固まるぐらいまでですね、忘れてしまったら出した時に少し溶かせばいいんですが、このままでは切りにくいので15分から30分でしょうかね、冷凍庫に入れてちょっとね、これを凍らせます。それでは冷凍庫に入れます。はい、それではね、今ね、冷凍庫で30分凍らせました。ね、あんまりコチコチにしすぎちゃった場合は少し出しとけばね、すぐに柔らかくなります。凍らせすぎてもね、カットするとき割れてしまうので、そしたらね、この輪ゴムでこの結んだところをね、これ切ってしまいますね。はい、こんな感じに、ちょうどいい感じになってます。そしたら今日はね、お好きな厚さでいいんですが、5ミリくらいでね、切ってきます。このぐらいかな。はい、5ミリの厚さに切りました。ちょっとね、天板にちょっとこの形をね、整えながらね、こうやって乗せてきます。ちょっとこの下の方がちょっと崩れたりするので、ちょっとね、指で軽くこう整えて全部乗せてきますね。そしたらね、オーブンはね、180度にね、先に予熱しておいてください。はい、こんな感じにね、カットしてね、少し周りをね、指で形を整えました。そしたら180度に予熱したオーブンを170度に下げて18分から20分焼いていきます。それではオーブンに入れます。様子を見ながらね、焼いてください。だいたい18分から20分ぐらいで焼けると思います。はい、こんな感じで焼けました。これでね、180度を170度に下げて、今日はちょっとね、長めに20分焼きました。こんな感じにね、美味しそうに焼けました。そしたらね、網の上で冷まします。はい、じゃあね、網にのせますね。18分くらいでも大丈夫です。このクッキーは冷めるとね、クッキーってね、カリカリになるので、あまりね、焼きすぎても焦げてしまうんですが、今日はきなこクッキーなのでね、あんまりちょっと焦げもわからない感じなんですけれども、今日のクッキーはちょっと固めのね、歯ごたえがある固めのクッキーになってます。はい、それではね、これできなこクッキーの出来上がりです。今日はね、サラダ油で作ってるので、さっぱりしていて、カロリーもね、少し抑えめになっていると思います。体にもね、とってもいいので、ぜひね、きなこがお正月のね、お餅とかで残ったきなこがね、あったら作ってみてください。少しね、冷めたらね、いただいてみたいと思います。それではね、冷めたのでね、一ついただいてみたいと思います。じゃあ、いただきます。こんな感じです。うん、少
少し固めですがサクサクしてとっても美味しいです。きな粉がね濃くて、卵もバターも使ってなくてサラダ油で作っているのでね、さっぱりしてとってもね美味しいきな粉クッキーに仕上がっています。とってもサクサクに美味しくできました。皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっとねヘルシーでね固めでとっても美味しいクッキーになっているのでね、きな粉が余っていたらぜひ作ってみてください。それでは皆様お元気でまたお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。